エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はパワーが上がってきて感じた慣れの重要性についてとなります。腕前の最高値を更新して感じたのですが、このゲームって一番は慣れが重要だなと思っています。というのも、昔なら前衛武器で XP24 に対応できる感じだったんですが、現在は後衛でも対応ができるようになったからですね。単純に武器の連動が上がったのかなと思ったのですが、それだけではなく慣れという要素もかなり重要なのかなと感じてます。そこで今回はパワーを上げるために重要な慣れの話を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いいたします。それでは早速解説していきたいと思います。まず慣れの要素に関してですが、レート対応の慣れが大事という点です。これは単純に対面する相手の切り力と避けの質がパワー帯によって大きく変わるからこそ必要な要素と言えます。例えばですが、 XP2000 体と XP2400 体で対面した時、イカロールの使用頻度が明らかに違いました。これは単純にダメージを抑える高度が多くなるので、こちらの攻撃は通らなくなります。今まで倒せてた相手が倒せなくなるんですよね。そのため今まで以上にエイムを合わせる時間っていうのが長くなります。さらには敵のエイムが良くなるので、こちらが避ける行動の質も上げないといけなくなります。パワー帯が上がるということはゲームスピードも上がってくるため、今までみたいに考えることができなくなったりもします。要は判断スピードが劣ってしまうんですよね。でもこれって急激に上げることはできないので、実際のところ慣れるしかないっていうのが答えになってきます。敵の避ける感覚、エイムの鋭さ、判断のスピードと、どれをとってもパワーが上がれば対応する必要が出てくるわけです。対応するということは少なからずそのパワーを経験する必要があり、慣れて適応する必要があります。なので、頭打ちになったパワー帯こそ慣れが重要な要素と言えると思います。XP 更新するときって、更新前のパワーで結構試合繰り返すんですよね。苦しめられることが多いと思います。正直それによって慣れたっていう感じもありますので、この何回も戦うっていうのは大事なことかなと思います。ですが、慣れといっても簡単なものではないです。その慣れを得るにも緊張と向き合う必要があります。緊張というと、パワーの更新とか腕前が上がって初めて上のランク帯で戦う時などを緊張するかなと思います。これは初めて経験するランクならなおさら感じやすいことかなと思います。この緊張が起きてしまうと、いつもできてる思考ができなくなってしまいますし、体が硬直するなど様々な原因が起きます。普通にゲームしてるはずなのに、プレイヤー自体にデバフがかかってしまっているんですよね。こういう時って大体体が前のめりになっていたりするので、体の動作が小さくなってしまいます。ジャイロを使ったゲームなので姿勢はとても大事です。こういった時は一度背筋を伸ばしたりして姿勢を変えてリラックスするようにしてみましょう。またこういう時こそいつも以上に冷静に定石で動いていくのがとても大事です。定石なら通常のプレイでも普段からしてますからね。ワンチャンにかけてしまうとよりドツボに入ってしまいます。その点を気をつけるようにしていきましょう。慣れという要素はプレイだけでなく、プレイする側にも影響を与えますので、普段通りできるようになれるということも一つの要素となります。それでは慣れについて考えたいと思いますが、正直なところ勝ち負けに関わらず感覚を麻痺させることが大事かと思ってます。麻痺させる理由ですが、無意識下の緊張というのが起きる可能性があるからです。これは実際に緊張を感じてないんだけど、更新とか緊張する場面になるといつもの力が発揮できなくなるという感じですね。勝たないといけない場面で急にエイムがやたら悪くなるとか、これが原因の可能性もあります。こうなってくるといつものエイムもできないですし、判断も落ちやすくなってきます。これを解決するには、最初タイトルで言った通り、感覚が麻痺するくらいそのパワー帯で数をこなして慣れることかなと思ってます。数をたくさんこなせばそのパワー帯を維持できるという自信も自然とついてきますし、戻せるという自信にもつながります。
この土台ができてこそパワー更新する際などの緊張に対しての余裕が出てきますので、リラックスしながらプレーができるというわけです。まあ要するにリラックスするための自信をつけるために回数をこなすというのが大事になるという話です。更新したから落としたくないという心理があるだけで緊張する原因になりますので、この心の持ちようは大事かなと思いますね。更新した時ほどしっかり勝ち負けにこだわらずプレイするのが一番ですので、感覚を麻痺させるくらいチャレンジしてみましょう。最後にですが、慣れの恩恵について話していきたいと思います。慣れの話をここまでしてきましたが、一番のメリットはそのパワー帯で緊張しづらくなるという点です。緊張しないっていうことはいつも通りのポテンシャルが出せるようになりますからね。これは大会慣れとかも似たような感じかなと思います。大会とか緊張しますが、何回もチャレンジしてると慣れてきますよね。それと同じで緊張を減らすには一番いい方法かなと思います。またパワー帯になれるっていうことは、今まで苦労した下のパワー帯で余裕ができるというメリットもあります。一番高いパワー帯では苦労するかもですが、下がったとしても感覚的に自信がついているので考える余裕があるんですよね。これでいつでも戻せるっていう心理もできますし、メンタル面でもかなり安定するのかなと思います。慣れるまでは大変だけど、慣れてしまえばメリット大きいと思いますので、何度もチャレンジしてみましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。パワーが上がってきて感じた慣れの重要性についてはいかがでしたでしょうか。パワー帯の慣れに関しては正直バカズだなと思いますが、ワンシーズンで100近くの更新ができればかなりいいのかなと思います。一気に上げようという期待をすると、期待が上がりすぎて緊張する原因だったりストレスになってより空回りするということにつながりますので、慣れて少しずつ前に進むようにして自分にプレッシャーをかけないようにしていくのがいいかと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。